地球最強の噛む力、熟練の捕食者であるワニは人間だけでなく野生生物にとっても恐ろしい存在だ。数え切れないほどの種がワニの餌食となっているが、他の肉食動物と間違って対峙した場合のリスクにも直面している。ワニはライオンとの戦いで生き残ることができるのか、ワニがバッファローに屈する原因は何なのか。間違った相手に手を出すとワニの命はこうして終わる。水中に隠れることに関してはワニほど上手なものはいない。目と鼻の穴は頭の上にあり、体全体は水中にある。この方法はどんな獲物でも狩るのに役立つ。しかし賢くて素早いカワウソの家族にとってこれは単なる狩りではない、生存をかけた戦いなのだ。カワウソの仲間はワニを取り囲んでいる。これらの肉食哺乳類はワニが予想するよりも鋭い牙を持っている。そして巨大なカワウソの連帯感に勝てるものはない。ワニは圧倒され、カワウソの家族に狩りの意図を阻止される。待ち伏せはワニの狩りの戦術である。しかし今回肉食動物は獲物の選択を誤った。大きさも力もワニの3倍はあるバッファローがワニを素早く岸に引きずり込む。ここはワニにとって有利な戦場ではない。安全のためにはこの獲物を見捨てなければならない。ケニアではワニは数頭のライオンの成獣からの攻撃に直面している。浅瀬ではワニは不利である。ライオンの攻撃のスピードが速すぎるのだ。しかし小競り合いの後、ワニはライオンの警告がワニを制圧するつもりはなかったため無傷のままだった。草食動物は獲物になりやすいが、イノシシはそうではない。ワニはイノシシの猛攻撃に立ち向かい、狩猟の意図を阻止した。残念ながら、ワニは別の獲物を探す必要がある。湿地の沼地ではワニは通常獲物を待ち伏せしている。しかし同じ縄張りを争っているのはニシキヘビだ。そしてこれらの捕食動物が衝突するとワニは負ける側に回る。体長25フィートを超えるニシキヘビは相手を完全に圧倒しワニを窒息させる。当然この食事によってニシキヘビは数日間狩りを避けることができる。別のシナリオではワニに十分な時間があり水源が十分に近い場合、ライオンからの危険に遭遇するとワニは速やかに水に戻る。ライオンから食べかすを漁るのはワニにとってかなり困難なことだ。自分自身で狩りをする方が漁をするよりも良いことがわかる。
ワニの狩りの成功率は特に高くない。潜伏して不意に襲いかかることもあるが、獲物の反射神経の速さもワニの狩りの失敗の一因である。陸上でも水中でも成長できるワニはどちらの環境でも狩りができる。しかし陸上での競争はより複雑で、ライオンはいつでもワニを獲物に変えることができる。今回ワニは幸運にも逃げおおせた。次回はどうだろうか。答えは入っている。数的優位を持たないワニは生き残りをかけた戦いでライオンの餌食となった。しかもワニが逃げるには沼は遠すぎた。ライオンの群れにとってそれは実質的な食事となった。ワニの強力な突進力はあらゆるものに壊滅的な打撃を与える。その結果仲間は足を負傷した。このような怪我から回復するにはかなりの時間を要するかもしれない。国立公園の湿地帯でワニは昼食を確保しようとする。しかし獲物は驚くほど回復力がある。地球上で最強の噛む力を持っているにもかかわらず、ワニはシマウマを圧倒することができなかった。結局ワニは別の獲物を狩ることになり、負傷したシマウマは群れに戻りサバイバルの旅を続けることになる。ワニが狩りに失敗する理由の一つに、今回のカバのように外部からの干渉がある。カバはワニに比べ、3メートル以上の長さのワニを粉砕できるほどの頑丈な顎を持っている。だからカバが現れると、ワニは獲物を見捨てて逃げざるを得ない。幸い、カバのおかげでヌーは無事だった。ワニに打ち勝った数少ない種の一つがミツアナグマだ。これは10分前に起こった戦いの結果である。ワニは敗れ、ミツアナグマの昼食となった。ザンビアでアフリカのビッグファイブの一つであるワニを襲おうとしたゾウがワニにとどめを刺した。体重数トンのゾウの踏みつけはワニを即座に制圧するのに十分な力強さだった。ワニが獲物を間違えた代償は大きい。ワニが怪我をする原因は他にもあり、それは内紛です。成熟したワニは餌を求めて若いワニを攻撃することがよくあります。それは部分的には領土争いであり、部分的には食料不足によるものです。このため、ワニの赤ちゃんの最大 99% は大人になるまで生き残ることができません。
とワニが同じ生息地を共有している場合、両者の間の衝突は頻繁に発生します。ワニは獲物を求めて陸地に上がることが多いため、ライオンに遭遇する可能性が高くなります。ワニは日和見的な捕食者として知られており、他の捕食者の獲物を漁ることが多いため、食料をめぐる争いになる可能性がある。あるいはワニが岸に上がってくると、縄張り争いになる可能性もあります。ライオンは通常、小さなグループで狩りや戦いを行うため、ワニに対して数的優位性を与えます。さらに、ワニは顎や噛みつきがそれほど効果的ではないため、地上での戦闘では有利になれません。さらに、ライオンの鋭い爪による危険な斬撃は、ワニに怪我を引き起こす可能性があります。水源の近くで衝突が起こった場合、ワニには逃げるチャンスがあるかもしれない。逆に、自ら離れると、ワニが圧倒される可能性があります。領土への侵入者は深刻な結果に直面します。体重が最大 1.5 トンのカバはその体を使ってワニを攻撃することができます。しかし 2000PSI に達する攻撃力によって彼らは進路にあるものを全て粉砕することができます。彼らの顎は大きなダンベルに匹敵する力を持ち、ワニに苦痛を与えます。警告が発せられ、ワニは安全のために逃げることを余儀なくされます。前回の小競り合いの後、カバはほとんどの時間を陸上で草を食べて過ごしていたにもかかわらず、ワニはカバの縄張り内での狩猟を制限した。しかし、時にはカバの介入により獲物を失うこともありました。ワニによるこのヌー狩り遠征では、カバが予期せぬ英雄としてヌーを救い出しました。これによりワニは空腹を満たすために別の狩猟遠征に乗り出すことを余儀なくされました。カバと同様にワニは主に水生動物であり、狩猟のために陸上に上がることもできます。ワニは待ち伏せスタイルのアプローチを持つ熟練したハンターです。ザラザラしたトゲのある皮膚を持つワニは恐ろしいように見えます。目と鼻の穴が頭のてっぺんにあるため、体全体を水中に沈めることができ、効果的にカモフラージュできます。さらに68本の鋭い歯を備えた顎の構造により、ワニは地球上で最も強力な噛みつき動物となっています。興味深いことに、ワニの歯は噛むためではなく肉を引き裂くために使用されます。デスロールは致命的な回転操作であり、獲物が生き残る可能性はほとんどありません。毎年大きな川を渡って移動する草食動物は重大な損失をかぶっており、かなりの数の個体がワニの餌食になっています。これらの爬虫類はこの水生河川環境において手強い恐ろしい捕食者として立っています。カバとワニの関係には競争と支援の両方が含まれます。カバの死につながる自然要因により、カバはワニの餌になってしまいます。ただし、全体的に見ると両種は過度の競争を行うことはありません。野生の食物連鎖は常にこのような素晴らしい相互のつながりを維持しています。
サハライ南のアフリカ原産のカバは半水生生物で、水生哺乳類としてはゾウとサイに次いで2番目に大きいとされています。カバは大きな体、広い口、目立つ牙によって簡単に識別できます。ほぼ無毛の体に比較的短い柱のような頑丈な足が特徴です。体重1トンを超えるカバは川、湖、水湿地に生息しています。彼らは縄張り意識を持つ動物であり、自分の領域を激しく守っています。頑丈な顎を備えたカバは3メートルを超えるワニを粉砕することができます。彼らの縄張り意識は彼らを最後の息まで戦うよう駆り立てます。逆に言えばカバはその予測不可能で攻撃的な性質のため、世界で最も危険な動物の一つと言えます。自然の敵がほとんどいないように見えるカバは支配的な雰囲気を持って環境をナビゲートします。しかし紛争はそこで終わりませんでした。ヌーの移動中、カバ対ワニの戦いは翌日まで延長されました。このイベントはワニにとって盛大な宴となった。カモフラージュした捕食者は何も知らない獲物が罠にかかるのを熱心に待っていました。鋭い歯を持つワニはヌーを水の中に引きずり込み窒息させるだけで済みました。狩りは完璧に見えたが、ワニは誤ってカバの縄張りに入ってしまった。川の神の水中の怒りによりワニは獲物を失いました。しかしカバは他の種にも驚きをもたらします。今日彼らはヒーローとして行動するかもしれませんが、明日はハンターになる可能性があります。ワニはカバの介入で獲物を失いました。この食事はカバにタンパク質を補給し、活動に必要なエネルギーを供給しました。一般に同じ生活環境を共有する場合、カバはワニよりも恐れられます。カバはその獰猛さを利用して水中でトップの地位を確保します。ワニは安全を確保するために自分の持ち物をカバに手放すことさえあります。母親のサポートと頬に支えられたカバの赤ちゃんは非常に攻撃的になることもあります。しかしワニはカバの領土に侵入することはありませんが、依然として最も危険な捕食者です。雨季になると川の水位が上昇し、大量の瓦礫や恐竜動物の死骸が海岸に流れてきます。現時点では獲物が不足しているため、ワニの狩猟活動は中断されています。しかし彼らは腐肉を食べるというユニークな能力を持っています。最初に無料の食事を発見したワニは大喜びしますが、やがて他のワニも競争しようとしてやってきます。ワニは本質的に貪欲な生き物であり、食べ物をめぐる戦いが続きます。ワニはライバルを攻撃するために鼻先で強力な攻撃を行うことがよくあります。細長い口を持つこれはワニの特徴的な武器になります。彼らは攻撃のために歯を使うこともあります。相手を水没させようとすると、勝者を決める戦いはすぐに終了します。
最終的には腐った死体を最初に発見した者が総理の候補者として浮上します。大陸に渡る熱帯地域ではワニはその強さで有名です。大型の半水生種であるワニは陸上でも水中でも生息できます。鱗状の皮膚と頭から尻尾まで伸びる鋭い棘が特徴的な外見をしています。ワニは体長5メートルに達することもあります。最も注目に値するのは約3700ポンドの攻撃力を及ぼすことができる60以上の鋸歯状の歯を備えた鋭い顎です。ワニは地球上で最も噛みつきが強い種とも考えられています。彼らは待ち伏せ狩りのテクニックを採用しており、大きな川を渡ったり水を飲んだりするときに獲物を危険にさらします。彼らの行く手にあるあらゆる生き物は潜在的な獲物になります。そのような恐怖を植え付けることによってワニはこれらの地域で手強い捕食者としての地位を確立します。ワニは鼻を使って戦闘を行うため、このような激しい衝突の後は鼻を負傷しやすくなります。ワニの口は狩猟と戦闘の両方の目的を持っているため、この部分に傷を負うと狩猟と戦闘の両方の能力が失われる可能性があります。これは野生での生存にとって不利になります。一方、ワニが完全に成熟すると水中では恐るべき捕食者になります。目と鼻の穴が頭のてっぺんにあるワニは全身を水中に沈めて待ち伏せ攻撃を行うことができます。水に足を踏み入れた種に関係なくライオンを含むワニが襲ってきます。ワニの尻尾は舵のような役割を果たし素早く泳ぐことができます。ライオンがワニに噛まれると重傷を負う可能性があります。ワニの鋭い歯は危険な武器として機能します。ライオンが水中で腐った死骸を食べようとするシナリオではワニの攻撃によって怪我をする危険があります。貪欲な捕食者たちはライオンたちと無料の食事を分け合いたくありません。体長は3から5メートルにもなり、ライオンにとってワニは大きな獲物です。ワニは水源から離れた場所で見つかることが多いため、ライオンの群れ全体からの攻撃から簡単に逃れることはできません。大型のネコ科動物は満足のいく食事をとっていたであろうし、ライオンによるワニの敗北は食物連鎖におけるネコ科動物の立場を浮き彫りにしている。ワニは熟練した捕食者かもしれませんが、海藻の最上位ではありません。ただし、これらの出会いの結果は状況によって異なります。ワニの強力な突進力はあらゆるものに壊滅的な打撃を与える。その結果、仲間は足を負傷した。このような怪我から回復するにはかなりの時間を要するかもしれない。
国立公園の湿地帯でワニは昼食を確保しようとする。しかし獲物は驚くほど回復力がある。地球上で最強の噛む力を持っているにもかかわらず、ワニはシマウマを圧倒することができなかった。結局ワニは別の獲物を狩ることになり、負傷したシマウマは群れに戻り、サバイバルの旅を続けることになる。ワニが狩りに失敗する理由の一つに、今回のカバのように外部からの干渉がある。カバはワニに比べ3メートル以上の長さのワニを粉砕できるほどの頑丈な顎を持っている。だからカバが現れるとワニは獲物を見捨てて逃げざるを得ない。幸いカバのおかげでヌーは無事だった。しかし紛争はそこで終わりませんでした。ヌーの移動中、カバ対ワニの戦いは翌日まで延長されました。このイベントはワニにとって盛大な宴となった。But DC's got a bigger problem. カモフラージュした捕食者は何も知らない獲物が罠にかかるのを熱心に待っていました。鋭い歯を持つワニはヌーを水の中に引きずり込み、窒息させるだけで済みました。狩りは完璧に見えたが、ワニは誤ってカバの縄張りに入ってしまった。川の神の水中の怒りによりワニは獲物を失いました。しかしカバは他の種にも驚きをもたらします。今日彼らはヒーローとして行動するかもしれませんが、明日はハンターになる可能性があります。ワニはカバの介入で獲物を失いました。この食事はカバにタンパク質を補給し、活動に必要なエネルギーを供給しました。一般に同じ生活環境を共有する場合、カバはワニよりも恐れられます。カバはその獰猛さを利用して水中でトップの地位を確保します。ワニは安全を確保するために自分の持ち物をカバに手放すことさえあります。母親のサポートと頬に支えられたカバの赤ちゃんは非常に攻撃的になることもあります。しかしワニはカバの領土に侵入することはありませんが、依然として最も危険な捕食者です。カバと同様にワニは主に水生動物であり、狩猟のために陸上に上がることもできます。ワニは待ち伏せスタイルのアプローチを持つ熟練したハンターです。ザラザラしたトゲのある皮膚を持つワニは恐ろしいように見えます。目と鼻の穴が頭のてっぺんにあるため、体全体を水中に沈めることができ、効果的にカモフラージュできます。さらに68本の鋭い歯を備えた顎の構造により、ワニは地球上で最も強力な噛みつき動物となっています。興味深いことに、ワニの歯は噛むためではなく肉を引き裂くために使用されます。デスロールは致命的な回転操作であり、獲物が生き残る可能性はほとんどありません。
毎年大きな川を渡って移動する草食動物は重大な損失をかぶっており、かなりの数の個体がワニの餌食になっています。これらの爬虫類はこの水生河川環境において手強い恐ろしい捕食者として立っています。ワニは熟練した捕食者であり戦士である。しかし危険と隣り合わせの野生の世界では危険な相手に負けることもある。さらに野生動物同士の戦いは他にもたくさん待ち受けている。画面から目を離さず、私たちがまとめた野生の最も残酷な戦いを見続けてください。毎日新しい野生動物の動画がアップされますので、いいねとチャンネル登録をお忘れなく。最後までご覧いただきありがとうございました。私たちのビデオを見て楽しんでください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。一番印象的だった瞬間は何でしたか？もし何かご意見がありましたら、ぜひコメントをお寄せください。次の動画をもっと興味深いものに改善するために皆さんからのご意見を歓迎します。そしていいね、共有、チャンネル登録をクリックして最新の動画情報を受け取ってください。どうもありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。